方の権威が皇帝になれば、昭和天皇と同じじゃないか。それが一番良いのでは。昭和はこの結果として、朝鮮王朝の末裔、その台頭を許して、それが平成に入って、致命的な破綻の原因になった。ただ、個人の価値観の問題であり、そして現状も、皇帝の権力がなければ事態を打開できない。そんな破綻的状況をあえて作り、皇帝の権限を誘発する。そういうのはまだ、残ってる感覚。大賀さん、はとめるが。戦争ゲームで勝った方の意向が通る、その時、今の、星と翼のパラドクス、で頑張ったのに負ける?結果、それに納得できるか否か。結論で、このゲームは、紛争解決機構、それに不足があり、ガンダムも実際、結果が見えない、よくわからない、そういう、致命的な不足、はあり。壊滅的な破綻とともに、それはまだある。